はい、どうも、沢田俊平です。あ、織田理子です。何ですか、忘れてました。いや、もう入っていいかなと思って。いいっすよ。最初いつもなんか説明入れはるじゃないですか。え、何の？最初なんか、というわけで、なんとかかんとかみたいな、一人語りがちょっと入るじゃないですか。それは自己紹介をしてからですよ。あ、そうですか。はい、あ、じゃあ、どうぞ。え今回は特に喋ることがないです。あれ？今回は、つなぎの回です。そうですね。突発的にやろうってしてる回なので、はい。特別何も考えてません。そうですね。残念ながら。まあ、ただ、常々前からですね。はい。リコさんが、はい。ネオロマンスについて語りたいって言ってたので。そうですね。そうですね。もうすごい、ぜひ語りたい。語ることがいっぱいあると言ってましたので。なんでそんな、いいです。はい。語りたい。そうそう私が熱い気持ちで、一生懸命語りたいと思います。なら、まあ、この機会にちょっと語ってもらおうやないかっていうことで、はい。今回お話しするお題ははい。私が言うのそうっすよ。今日はリコさん主体なんで、はい。あ、はい。アンジェリークスペシャルです。おー。まあ、とか言いながらも僕あんまりアンジェリークのことは知らないんですけどね。はい。まあそこら辺の話を、まあ、リコさんの口から、セキララに話してもらおうやないかっていう。はあ。これはですね、うん、いつ出たかも、すっごいもう前の、94年に、スーパーファミコンで最初に出て、うん、もうだから10年ぐらい、10年以上あ今もう2010だからもう、16年、うん、とか経ってるんですけど、未だに、うんこうファンがたくさんいるっていう熱いゲームなんですアンジェリークね当時16年前って言ったらまだ8歳ぐらいの時だったのではいまあそうなんですかねそうですねだからその頃ですからまだあんまりそうですねテレビゲームまだちょっとスーパーマリオとかで喜んでた時期かなまあ何でもいいんですけどアンジェリークね、名前だけは聞いたことありますよ。で、大体、その、なんて言うんでしょう。当時、ときめきメモリアルが出た後のゲームかな、これ。あー、多分、そうでしょ。あ、違う、そう。いや、ときめもの方が先でしょう、さすがに。それの逆バージョンがアンジェリークっていう認識でしたから。はい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 。まあ、女の子が主人公で、イケメンたちにチヤホヤされるっていう。そうですね。まあ、僕の知ってる情報はここまでですけど。そうなんです。いわば、ときめものガールズサイドみたいなものなんですけど、うんまあ、その走り、うん、いわゆる乙女ゲーみたいなやつなんですけど、まあ、これ、すごく好きなお姉様方がたくさん、いるので、うん、あまり下手なこと言うと怖いんですけど。大丈夫です。うちのリスナーさんに多分該当する人はいないと思います。そうですね。多分ね、特に男性は、なんかどんな話なのか知らない人が多いと。わかんないですね。思うんですが、まあ、まず、どんな世界かっていうと、うん、宇宙が舞台なんですよ。ほう。で、まあ、なんでしょうね。今の世界でいう国がそれぞれ惑星になっているみたいなイメージですかね。いろんな星があって、で、その宇宙を安定させたり発展させたりするのに必要な、なんていうの、エレメンツですかね、要素が10個あって、でそれを司っているのがそのキラキラ輝いてる、守護星様たちなんですよ。イケメンばっかりなんですけどね。で、その、さらにその守護星たちを束ねて、宇宙を統括しているのが、女王っていう存在なんですよ。はいはい。で、この女王の力っていうのは、まあすごく人間よりもすごく長いスパンで、力が持つんですけれども、ちょっと衰退してきてしまったので、新しい女王を選びましょうっていうことになるんですよ。うん、で、
候補として選ばれるのが、まあ、二人いるんですけど、うん、その主人公と、もう一人、ロザリアという、まあ、優秀なお嬢様キャラ。ライバル的な。ライバルです。完全なライバル。で、主人公の名前は、うん、自由に変えれるんですけども、うん、まあ、語る上で、まあ、わかんないで、アンジェリークと、しましょう。で、その、アンジェリークと、ロザリアが、その、守護聖とか、女王のいる聖地っていうところに呼ばれて、で、それぞれ、あなたたち女王に、どっちがなるか、競いなさい、と、言われるわけですよ。で、それぞれに一つずつ大陸を与えられるんですね。うん、で、守護聖に頼んで力を送ることによって、その大陸に建物が建っていって、うん、でどんどん人口が増えていって、うん、で、発展していくんですよ。それはシムシティ的な感じ。シムシティってなんかこう、すごい、こっちに 何を建てて、こう、鉄道を通して、なんだ、どうのって、とか、そういうやつでしょ、うん、じゃなくて、もう、お願いしますって言って、うん、よっしゃ、わかったって言って、キラ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 力を注ぐと、勝手にポコ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 建物が建っていくんですよ。それはゲームとして、惑星シミュレーションのゲームですよっていう話ではないですか？まあ、そうなんですが、うん、ただ、これを、まあ、規定数先に建物を建てた方が、女王になれますよっていう、ゲームなんですけれども、うん、ここで重要なのは、うん、これは乙女ゲームであって、うん、陣取りゲームではないっていうことなんですね。うん、だから、めっちゃ簡単に勝てるんですよ。うん、もうどん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 発展させていったら。うん、ただ、女王になってしまうと、うん、好きな守護聖様と、ラブラブエンディングを迎えられないんです。あれ？目的、物語の目的は女王になることじゃないんですか？もうそんなことどうでもいいんですよ。あれ？だから、女王になってしまうと、うん、誰とのラブラブエンディングも見られないわけですよ。あれあれ？だって今、ウィキのストーリーを見ましたけど、うん、女王を目指しながらも魅力的な守護聖たちに揺れる乙女心の行方は、何を甘いこと言ってるんですか？女王になるのはバッドエンドですよ。そうなんや。それはもうあくまでゲームのゴールではないわけですね。ゴールでは全くないです。おー。これは、ロザリアっていうのがすごく真面目に女王になろうとするんですけど、うん、この真面目なライバルに勝ちつつ、うん、女王エンドを迎える前に、うん、守護聖といかにラブラブエンディングを迎えるかというゲームなんです。でも女王になったらはべらし放題じゃないですか。女王になったらもうそこで終わっちゃうんですよ、ゲームが。うん、もう女王はそんなハレンチなことはしないよっていう。そうですね、女王になるとなんかそれまでこうラブラブになってた守護聖がいると、なんかお前は女王になってしまうのか、ちょっとしょんぼりみたいなことを言われるんですけど、うんうん、もうそういう、女王になってしまったら、恋愛とか、うん、まあそういうのは一切できなくて、うん、もう宇宙唯一の存在みたいな。あ、もう公務第一みたいな感じでね。そうです、そうです。でも、ゲームのスタートは女王になりなさいっていう試練が始まるわけでしょ。まあそうなんですけど、まあただね、その、女王になる、その、ライバルより、その定期的に試験というか、うん、評価と品位みたいなのがあるんですけど、うん、その時にライバルに勝ってないと、うん、力、使える力っていうのが最初4つずつもらってるんですけど、うん、それがライバルに勝ってると増えていくんですね、うん、負けてると相手の方にポイントが入って使える力が向こうに行ってしまうので、うん、どんどん不利になってきてしまうので、その、チェックの日には絶対にロザリアに勝ってないとダメなんです。ああ、なるほどね。うん、じゃあゲームを有利に進行させるためには、とりあえず相手には勝っとかんとあかんわけですな。そうなんです。もう愛に溺れたままでもダメってことですね。そうなんです。まあ、その、二つ、規定の
ライバルと競う項目があって、それはまあランダムに選ばれるんですけど、建物がより多く建ってる。もしくは、守護聖の人気投票っていうのがあって、どちらがふさわしいと思うか、名前を述べなさいとか言って一人ずつ、私はロザリアがいいと思うとか、私はアンジェリークの方がふさわしいと思うとか、なんとかかんとか言って、こう、多い方が、人気投票で多い方が、その力を増やしてもらえるっていうのもあるんですけど、うん、まあでも建物の数も常に買ってた方がいいです。が、あまり建てすぎると女王になってしまうので、そういうところが難しいところなんです。そうね、そのさじ加減はどこで調節するんですか？それがですね、アンジェリックスペシャルっていうか、この、まあ、スペシャルが一番最初のやつなんですけど、この、次のやつが、何やったかな、トロワとかやったかな。うん。で、ちょっとキャラクターも増えて、なんか、より魅力的になりましたみたいなのも出てるんですけど、私はこっちも持ってるんですけど、うん、ほとんどやってないんですよ。ほう、なぜに？なんでかっていうと、このスペシャルの方だけ好感度が上がるものがあるんです。うん、それはですね、まあ、守護聖様にその自分の与えられた力を使って、うん、星を育成してくださいって言って育ててもらうと、うん、その守護聖さんと好感度が上がって、うん、なおかつその力を注いでもらうことで、うん、その人口も増える、うん、ですけれども、それにですね、妨害っていうこともできるんですよ。うん、で、妨害っていうのは、まあ、相手の大陸にまあ建物が建ってますと。うん、その守護聖様ごとの、まあ、建物があるんですけど、まあ、向こうに一個建物建ってるから、ちょっと建物壊してくださいみたいな、うん、妨害してくださいっていうことを言うことができるんですよ。で、わかったって言って、で、シューって力を吸い上げてくれなくて、建物だけ持ってなくなるんですけど、これが、アンジェリックスペシャルは、妨害しても好感度が上がるんです。トロワは下がるんです。あ、ここは重要なポイントなんです。まあ基本相手のことを妨害したらそんな女は嫌やっつって下がるのが普通なんじゃないですか。普通でしょ。でも中には少し妨害する、多く妨害するって力を2個使うか4つ使うかっていう選択があるんですけど、少し妨害するときは普通な顔やのに、4つ妨害お願いしますって言ったらめっちゃ笑顔になって、うん、分かった妨害しておくねっていう。なんでそんなやる気満々なんですか？そう。なんでそんな笑顔なみたいなキャラクターがいるぐらい、うん、まあちょっと妨害しても、好感度が上がる。ああ、それはなんすか、アンジェリークの民に的な。わかんないですけど、自分の力を必要としてくれたっていう。ことなのかもしれないですが、どういう意図で妨害したら好感度が上がるのかわからないですけども、うん、守護聖っていうのは神様なんですか？守護聖も多分もともとは人なんですよ、うん、で、なんかその素質みたいなのがある人がこう代替の時に選ばれて引き継がれるような感じやと思います、うんうん、宇宙を構築する重要な要素の人たちが、うん、たった一人の女子高生的な女に振り回されて。そうなんです。このアンジェリックがね、なんかムカつくんですよね、ちょっと。なんで主人公やのに主人公やのに、一応主人公普通ときメモとか、うん、ギャルゲーの主人公は、うん、主人公イコール自分じゃないですか。そうだからなんかこうそんな極端な性格付けはされてなかったりしますけど。まあ、すごく素直な明るい、よくある一昔前の少女漫画の主人公的な感じなんですけど、選択肢がいろいろと出るんですよ。うん、で、その選択肢に、例えば、どっかに行くときに、公園に行こうかしら。って、こう、アンジェリークのセリフが出るんですね。うん、で、
まあ普通は行く行かないとか、うん、はいいいえとかじゃないですか、うん、そこの選択肢がそうしよっとやめよっとなんですよ。軽いな。そうなんですよ。なんかその選択肢がいちいちちょっとイラっとするんですけど。ちょっとバカな女的な。そうなんですよね。そんなにもうちょっと賢くてもよかったんじゃないかと。で、なんかこう、で、まあいろんなところがあるんですけど、まあ湖があって、その滝があるんですね。で、その滝にお願い事をするといいことがあるよみたいな、なんか恋人同士がよくデートに行く場所だよみたいなとこなんですけど、そこに行くといつもなんか、次はどなたかと来ようかしら、キャ、私ったら何考えてるのみたいなことを言うんですけど、うん、それもいちいちちょっとイラって。まあでもあの仲良しリボンではありがちな、こう、まあ多分あの精神年齢的には中学生ぐらいの感じなんでしょう、きっと。そうなんでしょうね。憧れの先輩とぐらいの軽い気持ちなんでしょうね。そうなんでしょうね、きっとね。で、それ、例えばその、ときめもとかやったら、うんうん、その、相手の女の子の好感度を上げるために、こう、イベントを進めたりするじゃないですか、デート誘ったりとか。はい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 。そういう感じで好感度は上がっていくんですか？もう単純にその、あれ壊して、あれ立ててっていうことだけ？あ、そうですね。一応普通に一週間で、日にちが進んで日月化って進んでいくんですけど、うん、その育成とか妨害とかしてくれるのは平日だけなんですよ。月金で働いてやがるんですね、奴らは。仕事なのね。そうなんですよ。で、土日は何をしてるかっていうと、まあ土曜日は基本的にその自分の育てている大陸を見に行きなさいっていう日なんですね。うん、で、日曜日は自由にしていいよと。なんです。この時になので、デートもできるんです。こう。お部屋がそれぞれあるんですけどね。その人たちのお部屋に行って、ちょっと公園に行きませんかとか、うん、私の部屋でお話ししませんかとか、そんなことが言えるんですよ。主にリコさんは何を選んでたんですか？私は、部屋に、来てもらうのが最初で、これはフィジャラの女だよと思うんですけど、これが一番なんでしょう、確率が高いんです、うん、あんまり仲良くなくても、うん、部屋には来てくれるんです。お金使わへんからってことなんかな。どこ行っても多分あんまりお金は使わないと思うんですけどね。行けるところがまあだからその部屋と、うん、さっき言ってた湖と公園なんですが、公園のデートが一番難関で、うん、誘うのはそんなに難しくないんですけど、選択肢がめっちゃ出てくるんですよ、うん、公園に、まあ、着きましたと、まあ、ちょっと歩いてみましょうって言ってちょっと歩いたら、お前はこれについてどう思うんだみたいな、うん、例えば他の守護星の誰々と誰々だったらどっちに話を聞きたいんだとか言われて、結構なんかせこいキャラクターなんやな。みんなに聞かれるんですよ。あ、そう、うん、気になんねや。それでその仲悪い方を選んでしまうと、うん、なんかそんな考えだったのか、じゃあ帰ろうとか言って、守護星同士も一応友好関係があってめっちゃあるんですよ。自分の友達とかやったら OK やけどみたいな。そう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 、なんか自分と仲いい方やと、あ、私もその方がいいと思うみたいな感じで言われて、こう先に進めるんですよ。うん、で先に進んで、なんか星のこととか、試験に疲れてないかとかいろいろ聞かれて、うん、全部こう正解すると最後になんかこう湖じゃない、噴水を覗き込む、もしくはこうちょっと大きい木があるんですけど、うん、木陰に行くっていうどっちかの、イベントがあって、で好感度もめっちゃ上がって帰れるんですけど、間違うと早々にデートが終了して
好感度が上がらなかったり、あんまりちょっと下がっちゃったりとか。ああ。そんなんでも、下調べとかできひんから、行き当たりばったりで選択していくしかないじゃないですか。そうなんです。ある程度はね、仲いい、仲悪いとかは、変わらないので、相関図みたいなのが分かってれば全然大丈夫なんですけど、うん、人口、お前の星の人口は今1000人より多いか少ないかとか、微妙なとこを聞いてきたりするんです。それを聞いて何を知りたいねんって話だけどな。で、なんか正解すると、あ、星のこともちゃんと考えてるんだな、みたいなことを言われるんですけど、うん、でもその前の日にね、前の日の夜に、力が送られてたり、力を取られてたりとかすると、まあ、人口が変動してて、で、自分から誘いに行ってる場合は、こう、人口をチェックしてから行けるんですけど、奴らが訪ねてくることもあるんですよ。訪ねてこられると、その瞬間って、わからないんですよ、人口とかって。だからめっちゃこう、勘でしか答えられなくて、よく間違っちゃうんですよね。間違ったらもうそこでデートは終了。終了。結構シビアやな。すっごいシビアで、もうこれの最後まで行くために、リセット、リセット、リセット、みたいな。このゲームにものすごいリセットかける人多いと思いますよ。その、相手の好感度を上げるのはもうその、アドベンチャーの選択肢でしか上がらないんですか？あと、頼み事と。例えばその、ときメモとかやったら、パラメーターによって向こうの好感度が変わってくるわけですよ。はい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 。なんか、芸術のセンス磨くとか、勉強して頭良くなるとか。はいはい、ありますね。ピキョンピキョンってやつ。ブブーとか。うん。もうそれが高かったら、それだけである程度は好かれるわけじゃないですか。うんうんうん。そういうのはないの？それはないですね。あ、そう。はい。もう選択肢のみなんや。選択肢のみです。まあだから、その、選択肢のないデートのできるところがあるので、うん、まあ部屋で話す、湖に行ってデートする。湖にデートが後々大変重要なポイントなんですけども、ここで告白とかが行われる。伝説の木の下で的な。そうそうです、そういうことです。で、それはどのタイミングでしてくるの？いきなりしてくるの？2段階、前振りがあるんですけど、うん、その好感度が全部で200なんですね。うん、その守護星様のハートがいっぱいいっぱいで200なんですよ。うん、でそのいっぱいいっぱい200の状態で、湖にデートに行くと、ある確率で、ちょっと、ラブラブイベントが起こりまして、うん、で、なんとなく、俺、お前のこと好きかも、的なことを、2回言われるわけです。うん、で、なんか、もっと仲良くなっちゃった気がするわ、うふ、うふ、みたいな、そういう、またちょっとイラッとするセリフがあって、で、その2回を踏まえて告白があるんですけど、まあ、自分から告白します。しちゃおうかしらっていう選択肢が出ることもあります。おお、そう、結構普通のギャルゲーにはない選択肢。ああ、そう、自分からっていうのはあんまりないですよね。これは一応出るんです。ある程度ラブラブだったら、その2回は絶対その告白されるためにはその2回を踏まえてないとダメなんですけど、自分から告白するときは、結構、好感度がいっぱいいっぱいだったら、割と頻繁に選択肢としては出るんですが、うん、やっぱり告白されたいわけですよ。うん、なので、こう、告白はやめよっとっていうことになるんですけどね。うん、まあ大体、ゲームとしてはそんな感じですよ。んで、結局、リコさん的な、このゲームの肝は、どこなんですか？肝は、妨害が楽しいっていう。え、そこ？なんかこう、見てると、結構その、守護星たちの、声優さんとかが、うん
うんうん。もう当時、当時のイケメン声優ばっかりじゃないですか。そうですよ、もう非常に豪華ですよ。ねえ。早見翔、塩沢兼人。はい。知ってるところやったら、飛田のりおかな、うん、神湯のこの人。堀内健雄さんとか、あと誰、関さんとか、小安、武人さん。なんか、当時僕が中高生やった頃に、主人公とか、ライバルキャラを張ってた人たちが。そうですよ。すごい豪華なんです。でも、フルボイスではないんで、うん、声が出る条件っていうのもいくつかあるんですけど、最初は、その、平日に、その、執務室、仕事してる部屋があるんですが、行っても、別に普通に、こう、文字だけで対応されるんですけど、ある程度好感度がアップすると、なんか、独特のCD を読み込む、ジュっていう、ことがして、昔のプレステやったらね、何かイベントが起こるために、うんうん、うんうんって言って、音が鳴るから、ジュっていう音がして、なんか怒んねやみたいな。もうちょっと長くいてほしいなぁ、みたいな、なんかそういうデレっぽいことを言い出すんですよ。だから、普通、こういうゲーム買う人は、声優ファンが買うんじゃないですか、こういう男の。ああ、そういう人も多いでしょうね。っていうか、まあ、それが狙いじゃないですかね。まあ、でも、絵もすごく綺麗だし、ただ、ゲームの絵はですね、ちょっと縦に長いんですよね。このアンジェリックスペシャルは、うん、なんかちょっと縦長に引き伸ばされてる感がありまして、テレビのせいじゃなくて、なんでしょうね、これスーファミから移行の時にちょっと縦長になっちゃったのかしらみたいな、ちょっとした長い顔になってるんですけど、まあそれも慣れてくると全然気にならないんですけど、まあでもアニメーションとか途中途中に入ってくるんですが、それは大変美しくいい感じですよ。いやでもそんな見た目とか声とかではなく、あなたは妨害するところが面白いっていう。いや、そのなんていうのかな、そのさっき言った試験の日みたいなのがあって、うん、それに勝っていくとですね、最終的に勝ち続けるとプラス4つ力がもらえるんで、うん、相手は4つ、私は8みたいな感じで、うん、もうそこに来たらそこまで行くともう好きなことし放題なんですよ。うん、相手が、少し頑張って、育成してるのを、うん、いっぱい妨害したりもできるし。道悪いな。なんて言うんでしょうね、その、8つもらえたっていう達成感で、こう、すごい、こう、ああ、よくやったな、みたいな。なんか、楽しみ方が若干ずれてるような気がしますけど。そうかな。でも好きなキャラクターとラブラブなれてよかったよかったっていう満足感じゃないですか。まあでもその達成感はもちろんありますよ。うん。リコさん的にはどのキャラやったんですか？私は、オリビエが好きなんですが、まあ、彼は美しさを司る夢の守護星で、うん、まあ言ったらオカマ、お姉キャラなんですけど、うん、なんでしょうね。まあ、おねえ言葉を使ってて、まあ、おしゃれにもすごく気を使う人なんですが、まあ、一番大人やなっていう感じで。今、画像をちょっと見てみると、はい。北斗の剣でいうところのユダ的な感じ。ああ。外見はそんな感じですね。キャラクターですけど。うん。おねえなんですよ。おねえなんや。でも、女性には興味があるんだ。ねえですけど、この人一番、最後にですね、まあ、ラブラブエンディングを迎えますと、うん、ラブラブなアニメーションがあって終わるんですけど、うん、そのエンディングの時に、口にチューしてくるのはこの人だけなんです。他の人は？他の人はま、いろいろです。なんかこう、ギュッと抱き合ったりとか、うん。なんやろ、額にチューもあったかな、あんまりよく覚えてないですけど。うん。うん、このオリビエ
さんだけはちゃんと大人の恋愛の第一歩をしてくれるわけですか。そうそうですよ。実際そのアンジェリーク的な乙女ゲームをしている女性のゲーマーたちは結構一定数いるじゃないですか。うんうんうん。でやっぱそういう子たちが、うん、まあ、こういう系のゲームに魅力に取り憑かれるのは、うん、ある種その何ですかね、自分をチヤホヤしてほしいから。まあそれはあるでしょうね。まあ、よく男なんかにしてみたら、うん、そのラブプラスめっちゃハマってるやつとか、うんうんうん、まあ、やるゲームめっちゃ好きなやつっていうのは、うん、まあ、いわゆるこう紐手、はい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 、現実の女性にはこう相手にされないので、うんうんうん、まあ、夢物語をちょっとゲームに持ち込んじゃったみたいな感じの例え割れ方をしたりもしますけど、うんうんうん、やっぱこういう乙女ゲーをやる女子たちも、まあ、そんな感じなんですかね。どうなんでしょうね。まあ私は確かにモテてはいないですが、そう言われるとどうなんやろうっていう。でもどうやろうな、まあ自分がチヤホヤされて嬉しいっていうのはあると思いますけど、どっちかっていうと、BL 系が好きな人たちもすごく、うん、多いので、うん、そのキャラクター同士の絡みっていうのを書いてる人もたくさんいらっしゃるんで、妄想をかき立てられるんじゃないですかね。特にそのこういったゲームはラブプラスみたいなのってすごく作り込まれてて、このイベントはこうで、このイベントはこうでみたいな、一つ一つ全部音声がついてて、こういう反応とかも全部してくれるわけじゃないですか。うん、でもこれって本当に決まった反応しかしてくれないし、うん、そのエンディングだってもう数えるほどしかないし、うん、でイベントもそんなにあるわけじゃないので、逆にその発展させる余地がたくさんあるわけですよ。じゃあその仕事してない平日のこの人たち何してんのとか、うん、じゃあアンジェリークがいない時は何してたのとか、うん、そういうその妄想をかき立てられる余地があるっていうのがやっぱ大きいのかなっていう気がしますけどね。二次創作を作りやすい的な。そう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 。女子はそっちなんかな。まあ、キャラクターはやっぱりね、それぞれ魅力的で、私はこの人、私はこの人っていう。こう、まあでもみんな、まあ当然のことながらね、みんなキラキラしててイケメンばっかりなんで、まあちょっとどうかなとは思うんですけど。男性がその相手になった場合、うん、そのテンプレ的なキャラクターっていうのは何があるんですかね。まあ、一人一人言っていくと、まず光の守護星様っていうのが、まあ、真面目で優秀な、まあ、前しか見えないタイプの人ですね。で、闇の守護星のクラビス様っていうのは逆に、ものすごい暗い人なんですけど。まあ、塩沢兼人ですからね。そう。まあ、暗いっていうか、まあすごく落ち着いたというか、あんまり俺のことは構うな的な人なんですけど、で風の守護星のランディっていうのは、なんでしょうね、光源氏みたいな。光源氏ってチャライですか。チャライっていうかね、昭和のジャニーズってなんか。やったらなんかこう笑顔がキラキラしてて、なんか爽やかパーみたいな、そういうキャラクターなんですよ。で水の守護星のリムエルっていうのは女性的な方で、すごい優しい感じの人なんですが、炎の守護星のオツカーさんはこの人は女たらしみたいな。あそうですね。で、緑の守護星のマルセル君は少年なんです。ああ。ショタコンにも対応しますみたいな。なんか英語見ると半ズボンですからね、こいつ。そうです、そうです。なんか、
嫌われて執務室に行くとぷくーってほっぺたを膨らましてあれがちやな怒られるんです。なんか上皇后、君が上皇后なんておかしな感じとか言ってぷくーって膨らられるんです。推定年齢14歳って書いてますよ何年14歳やねんみたいな感じなんですけどね。まあ聖地では時間がゆっくりと流れるので、で鋼の守護星のゼフェルさんはまあ言ったらツンデレですね、うん、AB 型みたいな、はい、AB 型なんですかね。まあ、あの最初はなんかお前もう女なんか嫌いなんだよとかって言われるんですけど、うん、このうちなんかお前結構頑張ってるなとか言い出す不器用みたいな。そう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 です、まあ、器用さを司る守護星さんなんですけどね。あかんやんけあでもあの俺の作ったロボット見せてやるよとか言ってロボット見せてくれたりするんですけど、でまあさっき出てきたオリビエと、あと知恵を司る知の守護星のルバーさんもいて、この人はもうなんでしょう、日向ぼっこしてお茶飲んでるのが似合うみたいな、もうキラキャラね、大きな人です。なるほど、まあ、多種多様な。でトロワになるとこれに加えて教育係っていうのが出てきて、ですごく人気のあるキャラなんですけど、セイランっていうなんかちょっとプライド高そうな教育係とか、うん、なんか商人が出てきたりとかいろいろするんですが、なるほど、一応男性キャラのバリエーションっていうのはものすごいいっぱいあります。網羅してますよみたいな。そうそうそう、ときめもでいうところのこう藤崎しおり的な、うんうんうん、完全無欠のヒロインみたいなのはないんですか。こいつ、あ、いないですね。なんかみんなそれぞれいいところも悪いところもありみたいな、うん、で最初はなんかみんなすごくこうギスギスしてるところもあるんですけど、その女王試験でアンジェリークとかロザリアと関わることによってなんとなくみんなちょっと分かり合えてくるかなみたいな雰囲気もたまに出てきます、守護星同士が。そうそうそう、あ、こいつらは別に友達同士じゃないんや。なんか仲いいのもいるんですけど、だから仲いいのと悪いのとあって、特に、あの、光と闇のこの二人はいつもバチ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 してて、なんか、まあバチバチしてるというか、クラヴィスは相手にしてないんですけど、ジュリアスは、もうなんか、お前はもっと真面目にしないといけないみたいな感じで、クラヴィスはもう、ふーんみたいな。ことなんですよ。でもこいつらこんなにイケメンでできるやつらやったら普段から女に囲まれてても良さげな感じやけどね、うん、そうですよね。オスカー様はなんかなんだろうな、あ、漫画の方やったかな、でなんか女の人とデートしてたりとかいう描写があったような気がしますね、うん、そんなちょっと抜けてるようなアンジェリークをなぜ好きになるのだっていう。そうそう、最初はなんかお嬢ちゃんお嬢ちゃんとか言ってすごい子供扱いしかしてくれないんですけど、なんか最終的にラブラブエンディングを迎えるとなんかお嬢ちゃん、いやアンジェリークみたいな、お前のことが本当に好きになったんだみたいなことを言われたと思いますなんかやっぱりそこら辺が少女漫画的ですよね。なんかあの少女漫画って基本的に主人公は何の努力もなしに相手の方が気持ち変わって好きになるじゃないですか、テンプレとしては。まあでも一応頑張って育てた、星を育ててるんですよ、大陸を。え、でもそれ守護星の力でしょ。そうですねなんかときメモとかやったらあくまで自分磨きじゃないですか、パラメーター上げるのは、うんうんうん、できるだけ振り向いてもらえるように頑張ろうみたいな。うんうん、でもなんかやっぱ女の子が主人公だと今のままの自分を好きになってみたいな、やっぱそういう感じの方が受け入れられるんかな、まあ、一応漫画の方だと
一生懸命星のことを勉強したりとか、いろいろしてましたよ。アジェリーが抜けてるくせに。まあ、いろんな勉強しないとやっぱり育てられないかな。まあ、ゲームでは一切そういう描写は出てこないですよね。ちょっと現実的に付き合うとか考えられない人たちなので、その点みんなどう思ってんやろうとか、ちょっと逆に不思議に思うんですけど。ほう、というと？なんかその、彼らに燃えている乙女たちは、現実的に彼らと付き合う妄想をしているんだろうかという。なあ、どうなんでしょうね。ギリシャ神話に出てくる神様を好きになるようなもんじゃないですかね。なんでしょうね。憧れ的なことなんですかね。どうなんでしょうね。ほんまそこら辺は一回ちょっと腐女子と呼ばれる女子を一回読んで話を聞きたいところではあるんですけど。ちょっと、腐りきれないもので、ちょっと、ね、意見が言えずに申し訳ないんですけど、ね。やっぱりこう、狭くて浅い奴らのメンバーはどことなくこう、ドライなんで、こう、のめり込んでるものではないじゃないですか、やっぱり。そうなんです。ああ、もう今日はものすごい一生懸命語ろうと思って、熱く語ろうと思っていたのに、すごい引いた意見をまた言ってしまって、反省をして。やっぱ我々の特性として、やっぱどこか一歩引いて見てるっていうのがあるので。そうなんですよね。なんかうちの妹が、中学生ぐらいの時に、うんうん、こうお正月になったら友達から年賀状来るじゃないですか。ちょっとお前誰から来とんねんつって見せてみるやとか見ると、うん、やっぱ妹の同級生とかにも、うん、なんか老人活動をしてるやつとかがいて、はいはいはい、そんな子の年賀状は、うん、なんとかアニメのなんとかキャラとなんとかキャラって、なんとか様、なんとか様、今年はなんとか様、ラブラブオンリーみたいなことが書いてあるんですけど、よっ、その気持ちは全くわかんないんですよ、僕はね。うん、もうそれは言わば男が、なんか女性キャラを見て、なんちゃら萌えって言ってるのと同じような感じじゃないですか。そこまで僕たちは、こう、のめり込めないから、実際、そういう人たちの感覚ってわかんないでしょ。そうなんですよね。ぜひね、もう、なんか、ゲストとかに読んでね。うん。純粋な疑問として、どういう気持ちなんだってことを聞いてみたい。そうですね。バカにせんのかって言われるかもしれないですけど、そういう気持ちは全くなく、本当にどういう妄想をしているの？ある種、羨ましいんですよね、そこまで。そうなんですよね。本当に。熱く語るってできないじゃないですか。そう。そうなんですよね。難しいな。今日は熱く、もう、ジュリアス様めっちゃかっこいいんですよ、キャーとか言おうと思ってたんですけど。全然無理ですって、キャラじゃないじゃないですか。そうなんですよね。全然僕らのキャラじゃないからね。全く響かないですよね。ね。まあそんな、こんなポッドキャストを聞いてるリスナーも聞いて僕たちと似たような人たちばっかりや、でしょうから。そうですよね。どこがこうドライでクールに見つめちゃってるんだろう。うんうん。まあでも僕かってそれはときめきモモリをやりましたし。はいはい、はい。ラブブラスはそこまでのめり込まなかったですけど、一応やって、まあ、楽しいなと思える時もあったから。うん。まあ多少はね、ユーザーとして楽しんではいるんですけど。そうですよ。未だに私アンジェリックやってますからね。結構長いプレイヤーやな。16年やで。セガサターンを起動して、やってますよ。でも、その、もう一回プレイしている目的は何かって言ったら、その、なんか妨害したりとか、そこでしょ？まあでも、ある種達成感はありますよ、告白。あ、そう。っていうことに対して。ちょっとここで、ベッティちゃんが、私ごと電話が終わったらしいので、ちょっと読んでみましょうか。おー、今？今、まあ、突発的にちょっとベッティを読んだわけですけども、はい、テーマになっている話がですな、はい、まあ、アンジェリークやったんですけど、うん、はい、まあ、そこからちょっと話が発展してですね、はい、俺たち、いまいちキャラクターにのめり込めないよねっていう話をしてて、アンジェリークに限らず？限らず。なんか、いわば、その、狭くて浅い奴らのメンバーはどこがドライでクールだよねって話をしてて、うん、例えば俺なんかはこうときめきメモリアルとかやったことあるけども、
うんうん、まあ、そこまでなんとかちゃん萌えとかね、ならない。なるほどね。まあ、リーコさんにしても、アンジェリーコやってるけども、うん、まあ、いわゆる腐女子的な好きさとはちょっと違う。ああ、うん。そこら辺はどうなんですか、ベッティさんは。なるほどね。それはね、同じだね。そんなに、まあ、のめり込めないというか、まあ、これがな、難しいな。そんなにのめり込めないよね。なんか、むしろのめり込んでる人の方がなんでだろうって思ってしまうよね。もう、普通に楽しむんだったら、このキャラ好きとかはもちろんたくさんあるけども、そんなにのめり込まず、まあそれを見たときに、なんかいいなって思える程度でいいのかなと思うんですけど、まあ、どうしても、二次元を絶対的に愛してしまう人っていますよね。なんか特に俺なんか芸大だったので、うん、まあ、いわばオタクの巣窟みたいなところやったわけですが、うんうん、そんなやつはいなかった。うちのね、うちの美大はね、そういう人いなかった。いなかった。みんなクールだった。うん、ドライだった。二次元大好きっていう人がいなかったかな。結構ね、まあ、何でも好きっていう人が多かった気がする。だから、このキャラも、このアニメも好きだし、これも好きだし、このゲームも好きだしって、いろいろちょっとずつ楽しんでるんだけども、もう、これがいいみたいな、本当にこれじゃなきゃダメみたいなぐらい、それを好きになる、ハマる人っていうのは、いなかったかな。まあ、あくまでコンテンツとして、消費しているっていう、うん、そうだね、うん、そういう感じかなとは思うんですけどね。そうね、そうですね。だってさ、作り手側もさ、そんなにさ、このキャラが愛されるだろうって思って作ってんのかね。最近のやっぱりゲームとかアニメはそこら辺はあざとく作ってるんじゃないですかね、うん、かなり意識されてる感じしますよね、うん、なるほど。最近のゲーム、私ゲームはね、確かにそうなのかなと。まあ、ときめきメモリアルはちょっと古いのかもしれないんですけど、あれはね、実際のめり込んでしまう方もいるみたいだし、女性またちょっと違うのかもしれないけど、女性もすごく楽しんでやってるみたいですしね。私の友人で、鬼畜メガネっていう、ゲームがあったんですけど、オンラインゲームだったのかな、あれは。何だったのかな。それは、鬼畜メガネっていうのは、いわゆるボーイズラブのゲームなんですよ。で、出てくる男性が、みんなメガネ。みんなメガネ。メガネの教師だったり、メガネのサラリーマンだったり、メガネの、なんかしらなんですよ。で、そいつらを、こう、落としていって、最高点を目指していくっていうゲームならしいんですけどね。なんか、ジャンルは、メガネ着脱変身アドベンチャーゲーム。何それ脱はない。主人公が特殊なメガネをかけると、いわゆる攻めになり、メガネをかけない状態だと受けになるっていうのが、このゲームの大まかな。そうそうそう、そうです。なんじゃそら。そうです。それ。それにね、ものすごいハマった子が、友達がいて、友達っていうか同居人なんですけど、うん、その子は、何々のキャラがいいみたいな感じで、もう必死で落とそうとしてた。そういうハマった方がいいかな。ボーイズラブ系アダルトゲームって書いてますけど。ありますよ。ミーティング18禁ってなってる。そういうシーンも多々あるという。はぁ。腐女子じゃないですか。腐女子、いや、このゲームはでも、彼女の職場で大流行りしたらしいんですけど、それはテレビの制作会社で、そこで男性もハマって、うんうん、みんなで鬼畜メガネをしてる。名前がダメじゃないですか、鬼畜メガネ。完全に18禁な感じの名前ですよね。うん、ゲーム性が高いんでしょうね、その男性が。
楽しむってことは。ああ、そう、なんかね、難しいらしいんですよ。うん。なかなかクリアできない。なんか、ちょっと間違ってしまうと主人公が殺されてしまうとか、自殺してしまう。え、そんな、そんな暗い結末も。ゲームオーバーはそういう結末らしいんですけどね。まあ、一番やったことがないので何とも言えないんですけど。ちょっと、宿題としてやってきてよ、俺ね。これ、じゃあ借りなきゃ。結構時間かかるらしいけど、ちょっとじゃあ頑張ってみますわ。エンディング数31って書いてますよ。あ、すげえな。すごい。ちょっと、あなたたち二人やってくださいよ、これ。私買うんですか、これ。Windows のゲームらしいんで。へ、定価6699円。あんまり高っ。誰かが貸してくれるんやからやる。誰が持ってんねん。すごいな、Amazon のとこ見たら、レビュー評価ごつ高いよ。ほう。パッケージの絵とか、男が男のネクタイ噛んでますよ。ありがちやな。女は出てこないんで。へぇ。でも私が思ってるのと若干違うな。鬼畜メガネ R っていうのもあるみたい。何？ほんとだ。鬼畜メガネ R。体験版。ちょっと体験版を落として。ねぇ。体験版ちょっとやってみたいっすね。しかしキャラクターがみんなメガネかと思いきやそうでもないな。基本みんなスーツを着ているかな。燃えるね。鬼畜になるメガネを主人公が持っているというのが大きいなるほどことなんですね、きっとね。そうですね。なるほど。いやー、我々もね、やっぱ工学のためにはちょっとこういう勉強もしないといけないじゃないですか。うん。まあ、とりあえず体験版から。とりあえず体験版から。やってみたら、速攻でポチッと買ってるかもしれない。意外と面白かったみたいな。うん。意外と面白いのかもしれない。男性もハマるぐらいだからね。まあ、まあそんな感じでね。まあ、狭くて浅い言ったらの。女性陣も第2段階に進んだところで、まあとりあえず今回はここら辺で話を一旦区切りましょうかね。はーい。今日何しに来たんやろうな。鬼畜メガネの話をしてはい、というわけで、今回はここら辺でね終わりにしましょうかね。まあ最初はアンジェリークの話しちゃったのがいつの間にか鬼畜メガネの話になってしまいましたけど、はい。ダウンロードありましたか？あ、今。ダウンロード、私終わった。終わりますね。はい。じゃあ、お二方、次までの宿題ということでね。存分にプレイしておいてください。わかりました。ハマってしまって、別に、商品買っても別に全然構わないんです、そこは。どんどん進めていってくれれば。うん。わかりました。乗るかもしれないですよね。ね。ね。もえもえ言ってるかもしれない。うちの嫁にもやらしておこうかな。ああ、ぜひ体験版を。ね、感想を聞きたい。ね、うん。これを聞いてるリスナーの皆さんもですね、興味のある方がいらっしゃいましたら、鬼畜メガネと検索してもらってですね。そうですね。まあむしろ毎日やってるぐらいの人がいるかもしれない。うちのリスナーで不助手おんのかな、まあ、もしそういう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひこう感想の方を、迫ったサイヤスラまで送っていただきたいなと思います。この番組ではお便りを募集しています。狭くて浅いやつらのブログにあるメールフォームから、もしくはせまあさ 826@gmail.com 宛てまでメールを送ってください。番組ブログのコメント欄やツイッターのダイレクトメールでも受け付けてます。またツイッターで番組の感想をつぶやく際は、文章の後に半角スペースシャープ専門さをつけていただければ、僕らも感想をつけやすいです。よろしくお願いします。はい、というわけで、お待ちしております。まあ、はい、というわけでもう話すこともないので、
また次回。はい。お送りしたのは沢田信也と。あ、降りたいこと。ベッティでした。はい。はい、もう、連帯感のなさ。さよなら。すぐ忘れるんですけどね。さよなら。